宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田芳香です。今日はですね、人生が好転するときに、いいですか？人生が良くなる、良くなっていくとき、好転するときに現れる魂の不思議な現象について話をします。はい、人生が好転するときには、その人の魂に不思議なことが起きるんですね。まあ、この角度からお話しさせてもらうっていうのは初めてじゃないかな。ね、これね、魂のレベルが上がるんです。魂レベルが上がる。一言で言うとね、幽体離脱って知ってます？知ってますよね。幽体離脱。体から魂が抜け出してというね、あれです。ね、例えばね、金縛りです。金縛りにあったことがある人。ね、まあ、これね、金縛りにあったことがない人でも大事なことなんで聞いてほしいんですが、これね、経験した人には説明するまでもないんだけども、金縛りってね、人によってね、経験がね、みんなね、それぞれ違うんですよ。まあね、こう人の気配がしたとかね、声が聞こえたとかね、布団の上に、まあ、誰かが乗っかってのしかかられたとかね、あるいはね、まあ、一番多いのはただ体が動かなかっただけだったとかね、ね、まあ、いろいろなんだけど、まあ、なんでそうなるかっていうとね、これ幽体離脱をすると、魂はね、体があるこの世、この世のね、この世界、この次元とは違う別の次元に移動しているわけだから、その瞬間はね、肉体をね、ピクリとも動かせないわけ。ね。肉体があって、まあ離れていっちゃってるから、ピクリとも動かせないわけよ。ね。だから、本人の感覚では、金縛りなんだけども、魂はその場所で、別の次元に行っているから、そのね、その次元の情報とか感覚をね、まあ、見たり聞いたり受け取ったりするわけです、ね、このね、魂と体とのこのちぐはぐな感じがこの金縛りっていうものなんだけども、まあ、中にはね、まあ、寝たまんまですよ、寝たまんま魂がふわーっととね、こうふわーっと天井の方に浮かんでってね、寝ている自分を上から見下ろすようなね、上からの目線で自分の寝ている布団とかね、ベッドとかね、あるいは屋根裏とか屋根とかまで行っちゃってね、さらにはこう住んでる町全体とかね、あるいはね、地上からもっと離れて宇宙空間まで行って地球を上から見下ろすっていう感じでね、見る人もいるわけ。これはね、まあ、まさに幽体離脱だよね。ほら、臨死体験とかでさ、よくお医者さんとか看護師さんがね、こう自分の周りに行って、まあ、自分はベッドでね、まあ、呼吸器とかつけてて、まあ、心臓が止まるとかね、止まりかけてて、家族が自分の名前を呼んでいるのを上から見たとかね、ね、見えたとか、まあ、あるんだけども、
これ経験した人は自分が魂の存在だっていうのをはっきり自覚してしまうしね、体っていうのは魂の入れ物だってわかるし、それで死後の世界ってやっぱりあるんだってね、この世に生きるっていうのは、この人間に生まれて人間として生きるっていうのはただそれだけで選ばれているっていうすごいことなんだったんだ、これすごいことだったんだってね、一瞬で理解するんだけどね、この金縛り、幽体離脱ね、でまあそしてまあ魂、臨死体験も入れましょうかね、どうしてこのことがね、人生が好転するときに現れる現象に関係するのか、この話ね全部つながってきますんでね、私が今までにね話してきたこととかはもうねこれずっとつながってるんで、この続き大事なことなんで最後まで聞いてください。この金縛り、幽体離脱ね、私の個人的なことを話しますと、私の場合はねこの幽体離脱ってやつが中学3年生ぐらいの時に、まあ、特にひどくてね、まあ、これがさ寝ている時じゃなくて起きてて普通に友達と喋っている時とか起きてしまってて、これね、ごめん俺ちょっとやばい感じになってるんだけどとかね、意味のわからないことを友達に言ってたりしてたんだけど、ね、まあ、金縛りじゃなくてね、まあ、自分の魂が体から少し離れて体に戻りたいんだけど戻れなくなるってね、これ、まあ、ふわふわした感じで、それがね10分とか20分とかね30分とか続いたりして、こう自分の意識がねふわふわと自分から離れて浮いてるのがね、これね自分でわかるんです、わかるんですね、わかるのね、このね自分であって自分でないようなふわふわした感覚ってね、これ分かる人もいると思うんだけどね、私もそうだ、経験したことがあるってね、そういう人もいると思うんだけどね、まあ、これね人によって感じ方、表現の仕方もまた違うんだよね。私みたいにふわふわした感じになるっていう人もいるし、妙に眠たくて仕方がないっていう人もいるしね、頭がぼんやりするっていう人もいるね。これはさ、さっき私金縛りが人によって経験の仕方がみんな違うんだって言ってたけどね、言ったけど、魂がこの世とは違う別の次元に移動したりするわけだから、この世の感覚とねズレが起きるわけですよ、ね、ズレだから乗り物酔いみたいに酔うみたいなね変な感じになる人もいるんですね。でここを過ぎると何が起きるのか、ね、人生が好転するときに何が起きるのか、ね、先に魂がねレベルが上がるからね、これ体はね後になるんです。ちょっとずれる、魂のレベルが上がる、魂が先に上がるね、だからずれて変な感じがするんですね、眠くなったりだるくなったりね、全然別のところに行っても同じ数字をなぜか見ちゃったり、繰り返しこう同じ数字見たりね、あるいはねこう同じ人に繰り返し偶然あったりするんですね。そういうふうにいろいろな偶然の出来事が重なったり、いわゆるサインというものを見るようになるというやつですね、これね、メッセージを受け取るようになるんですね。まあ、不眠症気味になって同じ夢を何度も見たりさ、こう夢枕に誰かが出てきて何か伝えようとしたりね、正夢とかを見るようになった、そういうことも起きる。で本題はここからなんです。魂レベルが上がると具体的にどうなるか、どうなるのかね。
いいですか、ものすごく簡単に言うとね、目線の位置が変わるんです。目線の位置、ものすごく簡単に言うとね、これね、上から目線になるんですよ。上から目線、1段上からね、あるいは2段3段上から、高いところから物事を見るようになるんです。まあ、例えばね、自分にこう悪口とかね、ひどいことを言ってくる人に対して、ああこの人はレベルの低い人だったんだ、魂レベルが低いね、まだ魂年齢の低い人だったんだとかね、分かって、まああんまり腹も立たなくなってくるとかね、でまああるいはね、こう今まで気づかなかったようなことがね、高い目線から見えるんで、ああそういうことだったのかってね、分かるようになったりするのね。だいたいさ、ここ最近上から目線っていうと何かね、悪いことのよう、例えのようにね使われたりするんですけども、レベルが上がったらさ、上から目線になるっていうのは当たり前で、それがね、魂レベルが上がった時だと、上から目線はある意味神の目線に近づいたってことだからね。だから人に対して優しくもなれるし、許すこともできるようになってね、これを達観するって言うんだよね。高い位置から物事を見られるようになるのね。いや、あのね、あなたね、へーじゃないよね、へーそうなのじゃないよね。だってね、あなた自身今までね、これをね、何度も何度も繰り返してきてるんだからね。ああこの人はレベルの低い人だったんだってね、そういうふうに分かって気づいて、あんまり腹も立たなくなるとかね、気づいてそういう人から離れたりするとかね、今まで気づかなかったことが、ああそういうことだったのかと分かったりしてね、まあ、でもその前には、まあ、金縛りじゃないけどさ、まあ、さっき私言ったみたいに、まあ、いろんな不快な形でね、魂のレベルアップの前兆現象を感じ取って、こう何か嫌な感じだなとかね、なんか不安だなとか不快だなとかね、そういうね体験をね、今までにねしてきてるんですよ、あなた。でもね、それってさっき私言いました幽体離脱みたいに、魂が上がる時に感じるズレなんだからね、まあ、これからはそういう時は、これからね、私は魂がレベルアップするんだってね、これからはそういうふうに思うようにしてくださいね。実際そうなんだから。そしてね、こういうことを繰り返すうち、あなたの魂は磨かれて、高い位置で美しい光でもって美しく輝くんです。日本人っていうのはね、昔からこうして魂を磨く、魂が磨かれるってね、よく言ったもんだけど、こういうね、魂磨きはご先祖様は辛抱強く、本当にね、それこそ辛抱強く大事にしてきたんですよ。だから世界でも稀な魂の美しい国民だってね、日本人は昔からそう言われてきたんだよ。本当だよ、本当にね。そういうふうにしてご先祖様たちがやってきたこと、やってきてくれたことね、ぜひ私はね、伝え残したいと思っています。はい、どうかあなたもこの国を守ってください。これからね、大きな時代の波が
この国に押し寄せてきます。どうかお守りください。宇宙で一番優しい神様、ご先祖様に感謝します。こうして私の話を聞いてくださっているあなたのご先祖様、あなたにとって宇宙で一番優しい神様、あなたのご先祖様に深く感謝します。そしてどうかお守りください。この国を、この国に暮らすあなた方の子や孫たちをどうかその優しく力強い力でお守りください。どうか皆の願いを聞き届けてください。そして切実な願いをどうか叶えてください。いつも見守ってくださり、本当にありがとうございます。干支の動物っていうのはその人がそうだと言ってるわけではなくて、その時に求められるものっていうのを、その年が牛年だったらその年は粘り強さが求められますよ。2022年は寅年ですが、人それぞれに立場があって仕事も生活も違いますけれども、全体的に見るとほとんどの人に似たようなこと、同じようなことが、普段あまり意識することはありませんが、人と人、つまり私たちには目に見えないつながりが、これは生きている人ばかりのことではなくて、私たちのご先祖様がそう伝えてきたように、目に見えない世界とのつながりもまた、あの世とこの世のルールが、私はあなたの幸せを見たいんです、あなたが喜ぶものを私は喜びますし、あなたが泣くもので私は一緒に涙を流したいんです。すさまーぐしんすさまーわーちたばーりーわーちたばーりー。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりの話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。